2017年最優秀バッテリーの復活。巨人の菅野智之といえば、史上5人目となる沢村賞を2年連続獲得した偉大な投手です。しかし2023年は4勝8敗、防御率 3.36 と苦しみました。それでも菅野は2024年シーズン5月時点ですでに2023年に並ぶ4勝を挙げ復活を遂げています。菅野の復活の裏には2017年に共に最優秀バッテリー賞を獲得した小林誠司の存在があるようです。菅野は小林の何を絶賛しているのでしょうか。待ちわびた菅小林の復活。2023年シーズンの菅野は自己ワーストの4勝、一方の小林も21試合出場にとどまりました。2023年シーズンに菅野と小林がバッテリーを組むことはありませんでしたが、2024年は菅小林コンビが復活。菅野と小林のバッテリーが復活したのは4月4日に行われた中日との一戦でした。公式戦での菅小林コンビは実に2022年6月17日以来657日ぶりのことです。指揮官の阿部慎之助は菅野の2024年シーズン初登板前から智之は誠司と組ませようと思っていると言及。ファンからはこのバッテリーを待っていた人々がどれだけいたんだろう、菅小林祭りじゃなどの投稿が相次ぎました。試合は巨人が中日を0対2で下し、菅野が2024年シーズンの初勝利を手にしています。菅野は初回先頭にフォアボールを与えるスタートとなりましたが、落ち着いて後続を断ち切り、3回までノーヒットピッチングを披露。その後はランナーを出しながらも3イニング連続で併殺打に打ち取る投球術を見せ、中日打線を翻弄しました。結果的に菅野は7回終わって投球数90球、無失点で後輩にマウンドを託し、役割を完璧に果たしました。そして翌週の4月11日に行われたヤクルトとの一戦でも菅小林が揃って活躍。菅野は6回を投げて被安打3、無失点の好投を見せ、2勝目を手にしています。さらに菅野は5月11日の試合の勝利で2023年シーズンの4勝に並びました。菅野は2024年シーズン、2023年と比較して安定感抜群のピッチングを披露していますが、復活の裏には小林の存在もあるようです。では小林の凄さとは一体何なのでしょうか。状況を踏まえたリードのうまさ。そもそも2024年はシーズンが始まる前のオープン戦から菅小林が活躍する予兆を見せていました。3月20日に行われたロッテとのオープン戦で菅野は小林とバッテリーを組んでいます。菅小林はかねてから健在の阿吽の呼吸で12個のアウトを重ねました。ロッテ打線を封じ込めた菅野と小林はベンチに戻りながら互いに歩み寄ってグータッチ。菅野は小林について、2023年もずっと見ていていろいろ思うこともあったと思うし、身を委ねて投げた、さすがのリードをしてくれたと感謝しました。加えて2023年ブルペンと試合の映像をチェックした小林から、ここいいねとよく気遣ってもらい励まされたと、菅小林のコミュニケーションについても明かしています。菅野の言葉を踏まえると、小林の強みはピッチャーの特徴を生かしたリードと言えるでしょう。実際に巨人で3年間監督を務めた経験のある高橋由伸は、菅野の2024年シーズン初登板の後、カットボールにフォークもうまく使い分け、久々に組んだ小林がうまくリードした、その日の調子でどの球種を中心にするか考え、そこには阿吽の呼吸がある、この日のようなテンポの良さが生まれ、バッターに間を与えない空間ができていたと、ピッチャーの状況を踏まえた小林のリードを絶賛しています。実際に巨人の先発キャッチャーごとの勝敗を見てみると、5月14日時点で小林がスタメンだった試合で5つの貯金を作りました。一方チームの貯金は4つであり、大城匠、岸田幸典と比較しても小林は先発キャッチャーとして圧倒的な成績を記録しています。また横浜が日本一に輝いた1998年に左のエースとして活躍した野村弘樹は、2024年シーズン初登板の菅野を見て、キャンプでも少し話していて、表情を見ても非常にコンディションも良さそうでしたし、今年はやりますということで非常に期待していた中での今日、今シーズン初登板ですよね、非常にいいスタートが切れたと思いますと宣言通りのピッチングを評価。そして
何より小林とのこの呼吸ですよね、と2017年に最優秀バッテリー賞に輝いた菅小葉の愛称に注目していました。他にもヒゲの斉藤でおなじみの斉藤昭雄は久々のコンビだと思うんですけれども、首を振っているシーンがあまりなかったんですよ。それだけ小林と息の合った配球ができたんじゃないかなと思います。自分が投げたい球をちゃんと要求してくれて、そこに菅野がコントロールできたんじゃないかなと思います、と意思疎通と信頼関係のなせる技だと分析。さらに最多安打のタイトルを獲得したキャリアを持つ坂口智隆も2人のテンポも合ってるのかなっていう感じはしましたよね。そして菅野のスライダー、カットボールっていう一番いい球を引き出しながら、うまく小林が引っ張っていったのかなって思いますね。見ていてトントンスイスイ投げてるような感じがしたので良かったと思いますね、と斉藤と同様の見立てをしていました。坂口の話すように、2024年の菅野は2023年シーズンと比較してスライダーとカットボールの割合を増やしています。特に菅野は以前からスライダーを武器としてきていました。実際に2020年に最多勝のタイトルを獲得した際、スライダーの投球割合は 26.8% にまで上がります。小林は菅野の長所を引き出すことを念頭に置いて配球を考えているのでしょう。また別の角度から、巨人やメジャーリーグなどで活躍した高橋尚成も菅野の好投を称えるとともに小林の働きを絶賛。高橋はコンビが良かった、バッテリーのね、久しぶりに小林選手を見ましたけど、やはり安心感がありますね。インサイドワークとか構えも良くて、菅野投手も投げやすそうな感じがしました、と評価しています。さらにベンチにいてもゲームをどう組み立てていくのかすごく考えているような感じでしたね、と分析していました。また菅野の2024年シーズン2勝目の試合を解説していた五十嵐亮太も高橋と同様に小林のインサイドワークを絶賛。五十嵐は、菅野と小林はいいコンビでしたね、特に両コーナーの使い分けが非常にうまかったですね、と言及しています。具体的にはヤクルトの青木宣親への2打席目の攻め方について、全部変化球なんですけども、スライダーを外から入れるバックドア、そのボールをうまく使って左バッターに対してもインコースに結構投げている、インコースを気にしている中で全球外の変化球で結果的に打ち取るんですよ、と分析。さらに続く3打席目はそのイメージがある中で、次はインコースに投げ込んでくるんですよね。アウトコースとインコースの使い、その使うタイミングが絶妙だったなっていうふうに思います、と脱帽していました。実際に菅野はクオリティスタート率が2023年シーズンと比較して高くなっています。菅野の復活には小林は不可欠だったのでしょう。そして数多くの球界関係者から絶賛されている小林は、相方の菅野を高く評価しています。強固な信頼関係。小林の2024年初スタメンは菅野のシーズン初登板の時でした。小林は菅野を7回無失点に導く好リードで勝利に貢献しています。試合後に小林は菅野について、勝つために智之らしい投球をしてくれた、またいろいろな話をしながらすんなり試合に入れた、と絶賛。さらに5月11日に行われたヤクルトとの一戦では、菅小葉コンビの活躍で巨人の一時的な首位浮上に貢献しました。菅野が7回途中2失点の粘りの投球に加えて、史上60人目となる通算1500奪三振を記録。菅野は1500奪三振まであと1個というのは自分でも意識していたし、いい打者から取りたいなと思っていたので、村上宗隆から取れたのは本当に嬉しいです、と喜びを爆発させていました。小林は菅野の1500奪三振について、智之が積み上げてきたものっていうのは僕らにはわからないニュアンスとかいろいろあると思いますが、そこで携われたのはすごい嬉しいですし、智之から学ぶものっていうのはルーキーの時からすごいあったので、素直におめでとうと思います、と同級生ながらリスペクトの思いも明かしています。また小林は菅野の1500奪三振達成を勝利で飾るために、リードだけでなくバットでも活躍を見せていました。加えて小林は菅野が先発の時に打点を記録する傾向があります。これも小林による菅野へのリスペクトから来ているのかもしれません。
一方の菅野も小林のリードに絶大な信頼を置いています。お互いがリスペクトし合うバッテリーはこれからも活躍し続けるに違いないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。